おはようございます。釣り子 TV です。デカダッチ。ね。これお正月の福袋ね。デカダッチが入ってると思ってね、買ったっていうデカダッチなんですけども、もう発売してね、しばらく経つんですけどね、ようやく一つ、手に入れることができたんで、福袋の時はね、さらっとこんなの入ってたよ、みたいな感じで、終わってしまったんでね、まだね、開けてないんですよ。というわけで、本日はですね、このデカダッチどんなパーツ群なのかなっていうのをですね、ちょっと開封して細かく、見ていきたいな、なんていうふうに思います。まずね、このパッケージ大きいですね、このね。だいぶね、このボリューミーな、パッケージで、裏にはこう説明書きがぎっしりと書いてあるんですけど、じゃあ、早速。いやー、これねー。おー、ちょっと黒色なんで、どうでしょうか。見えますか。真っ黒、全部真っ黒ですね。で毛のところもね、このね、だいぶ、フックもね、黒でこう隠してくれていて、もうね、なかなか精悍な感じですね。顔周りキロッとね、にらみつけていて、でちょっとね、ラフな感じのね、羽、このカシャカシャ音が多分いいですね。でね、最初の開きはね、こんな感じ。これね、後ろにもうね、反っちゃってるぐらいのこんな感じなんですね。最初の、ま、これ結構ね、投げてぶつけたりしてね、曲がっちゃったりするんで、どうでしょう、まあ、最初はこんな角度でしたよって、ね、ちょっとね、羽が今これちょっと押してみてますけども、下に針の方にね、垂れ下がるような、こんな感じですね。顔周りはね、こんな感じですが、腹周りこんな感じで、背中にレイドジャパンのマークが入っていて、でうっすらね、鱗なんかが、模様があって、ここね、後ろがちょっとこうキュッとね、こうすぼまってるんですね。おー、かっこいいな。なんかね、最近海とかでですけどね、ビッグベイトばっかり投げていたんで、そんなにね、そんなに、威圧感のある、これ釣れんのかなっていうほどね、大きくないなっていうね、NZ クローラーとかの方がなんか横にこう平たくでかい分ね、あれは大きいなっていう風に感じたんですけども、デカダッチはなんか比較的、まあまあまあ、なんとか投げれそうっていうね、投げてみようかななんて思えるようなサイズ感、絶妙なサイズ感なんじゃないかななんていうふうに思うんですが、今日裏にね、なんか説明書きがいっぱい書いてあったんで、ちょっと見てみたいと思うんですけども、デカダッチはオリジナルサイズの、ダッチ同様に、ビッグボディの中にフィネス的な要素を持ちながらも、より水を押す力を高めたハイパワービッグクローラーベイト、ただ大きくなっただけでなく強い個体を引きずり出すセッティングに仕上げておりますね。こんな感じで書いてあって、デカダッチのワイド設計ボディはオリジナルダッチの前ボディとは異なり、水面での安定性を高めています。安定したワイドボディを左右に揺らすことによって、デカダッチは強烈な水押しパワーを実現しました。デカダッチは一見ゆっくりとロールしているだけに見えますが、そのワイドボディによって実際は水中に対し厚みのある強い水押しを発生しています。ボディサイズにより視覚的な存在感だけでなく、強烈な水押しという目には見えないもう一つの圧倒的な存在感によって、水色の濁った場所や棚の深い魚に対してもしっかりアピールし、引き寄せる不思議なパワーを実感できるはずです。使い方はオリジナルのダッチ同様極めてシンプル。着水後ロッドを十字の位置に構え、ラインのたるみを手繰り寄せるイメージで低速リトリーブするだけで OK。 デカダッチは金属音と水面を優しく叩くタポタポ音を伴いながら、自ら泳いでるかのようにゆらゆらと左右へロールし、多角的に魚を誘います。
デッドスローで水面をもがく姿に辛抱できなくなったモンスターがデカダッチを吸収するエキサイティングなバイトをお楽しみください。でね、下に注意書きが、書いてあって、パッケージ開封した瞬間から最高のパフォーマンスを生み出すベストセッティングを施していますが、デカダッチの持つ進化を 100% 発揮させるには前後のフックのフェザーにしっかりと水を含ませた上、 PE ラインプラススナップによる使用をおすすめします。自重のあるビッグベイトはミスキャストなどによってぶつけた際に衝撃が極めて大きなものになります。強化ボディ設計のデカダッチですが、過度の衝撃によって破損する恐れがございます。またぶつけた際の衝撃によってデカダッチの要でもあるウイングの変形や、接地角のズレを引き起こし正しいアクションが出せなくなる恐れがございますので、お気をつけください。ウイングが摩耗変形し本来のアクションが出せなくなった場合、デカダッチ専用の別売りパーツをご購入いただき、パーツを交換していただくことでデカダッチ本来のアクションを取り戻すことができますと。商売上手ね。まあ、最近売ってるのもよく見かけるようになってきましたね、この替えのねパーツね。これがもうね、あんまりにもどうしようもなくぶつけて直してぶつけて直してね、摩耗してこうね、なんかちげえなってなったら、これのね替えパーツにこのユニットを交換するとまた本来の力を、取り戻すことができるよ。あとね、このフェザーに最初ねしっかりと水を含ませてね、それからね使ってねっていうようなことがね、この裏に書いてありますね。でゆっくりとこう引いてタポ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 した音を出すね、こういったルアーだよというところと、あ、もうちょっとね、下にね、あ、これなんだろう、マラブーフックは水に濡れると染料が抜けることがあります。から滴る水が衣類などに付着すると着色汚れになる可能性がございます。性能には問題がありませんがご注意くださいということで、このね黒く染めてるやつが白いね T シャツなんかにタポタポとね垂れるとちょっとやばい場合があるよなんていう風に書いてあります。で、まあ冬場はね防寒着とかいっぱい着てますけどね、まあ夏場ねこのハイシーズンでこれ使う時とかにこれの垂れ水で要注意だぜみたいなことがですね、一番下の方に書いてありました。まあねこういった感じ、結構ねこのねデカハネモのね出たら買うんですけどね、去年ねあんまりね自分釣れなかったんですね。 NZ クローラーもね投げておいたんですけどね、あんまりね活躍、動画上でね活躍することができず、まあねあとはポンパドールのねでっかいのもね一個買ってみたんですけどね、あれもねちょっとね投げるタイミングあんまりねなくですね、まあ今年こそはね、せっかくデカダッチも買うことができたんでね、ちょっとここら辺のね使い分けとか、あとは実際にねもうバイトの瞬間ですよね、やっぱトップウォーターの、バイトシーンなんてねほんとね、まあ映え映えですよね。そういった動画が撮れたらいいなと思っていつもね頭にカメラ、つけてね、やってるんですけども、まあ去年に関してはですね、まあ、気がつくとね、まあねちょっと釣れねえなーなんて思うとねすぐねブルフラットのジグストとかね始めちゃって、あんまりねトップウォーターをそういえば1年通して投げてなかったなーなんていうね記憶があるんで、あとね雨が降っちゃうとねどうしてもねカメラが結露しちゃうんで、ちょっと釣りをね中断しちゃったりしてたんですよね。今年はそのまあカメラ雨の中でもですね、投入できるように防水のケースとかねいろいろ準備して、やっぱりねちょっとね気圧の下がって魚が上ずったーなんていうタイミングでねぜひね投げてみたいななんて思うんで、ちょっと、2019年度はですね雨に強いね撮影体制ね、雨の日とかねやっぱり一発のものが出たりっていう可能性とかも結構高まってるんじゃないかなってね、これからも真冬ですけどね、冬なんかも雨が降るとですね赤ガエルが流されてきて、水のねジョボジョボって流れ出しのところなんか結構ね魚が上はずってこう表層でねでっかいのがバコーンってね食うなんていうね、本当かよっていうね、まあ自分ねまだねあんまりね赤ガエルパターンってねよく分かってないんで、まあね今年はね2月3月とかのね暖かい雨が降ったりしたらねちゃんと防寒着とあとねカッパ着込んで、まあ、冬からねちょっと、
やってみたいななんて思うんで、まあそんな時にこの黒いね、しっかりはっきりシルエットのこの色が、まあまさに効くんじゃないかななんて思ってね、以前ですけどね、あのトップウォーターの釣りとかよくやってた時ね、まあほんとね、感覚的な感じの話になっちゃうんですけども、その頃はポップ X なんかがすごい流行ってた頃で、でデッドリーブラックシャットって色があってね、ほんとね、あの黒い色ね、夜ね釣りしてるとおかっぱりでもなんでもね、よく釣れたんですよね。でまあいろんなカラーローテーションってことでねやって、結局ね黒を投げてる時に当たりが集中したなんていうね、こともあるんで、まあそういったローライトコンディションとかね、あの昼間でもねちょっと暗いとか、あとなんかやたら濁りが入っちゃったななんていう時に、この下から見たらピッてねシルエットが出そうなこの黒色はですね、ぜひもんで効くんじゃないかなと思って、期待に胸を膨らましてですね、投げてみたいと思います。というわけでですね、本日の釣り子 TV はこのねレイドジャパンのねデカダッチね、これね福袋でやってたやつですけども、開封してみたいと、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。